ちゃんは見た。私はユズリハ。この日ユジッカは私の行いによって大騒動になった。今回はそこに至るまでの経緯を話そうと思う。事の始まりは数ヶ月前、私が赤松と結婚し、そのままユジッカで義母のアザミさんと同居を開始したからだ。あら、ねえユズリハさん。はい、何でしょう。どう、この霊園すっごくいい感じじゃない。霊園？お母様、ご自分のお墓を購入されるんですか。違うわよ、もうあなたのお墓に決まってるじゃない。あなたも自分のお墓を買う貯金くらいあるでしょ。いや、私は子供たちと入るから、あなたは一つのお墓に一人で入りなさいよ。はい、おくれ。同居してからというもの、義母は初日からアクセル全開で嫁いびりを開始した。夫の赤松が都度叱ってくれたものの、ユズリハに嫌味なこと言うなっていつも言ってるだろ。何よ、冗談じゃない、真に受けないでちょうだい。おしくら。義母は悪びれることもなく私をサンドバッグにし続けた。ちなみにこの義母、子供たちも認める毒親で、小さい頃子供たちはテストでちょっとでも悪い点を出すと、はあ、まったく、何よこの手たらく、とんだ出来損ない呼んじゃったわ。お父さんに似たのね。はあ、などと平気で子供たちや義父をけなしたり、気に入らないことがあると長期間無視したり。あの、母ちゃん、学校からのプリントの返事。お母さんの言うことが聞けないの。言うことを聞かなければ叩かれるのも普通だったとか。義父も何度も注意したそうだが、義母は自分は悪くないの一点張りで。あのさ、アザミ、ちょっとひどいんじゃ。はあ、悪いのはあいつらでしょ。まったく出来が悪い。大体あんたがなよなよしてるから。ついに義父の方が参って逃げ出してしまったらしい。そんな話を聞いていたものの、それで俺たち結婚しようと思うんだ。うん、そうなの。結婚してうちで暮らすんならいいわよ。はぁ、嫌に決まってんだ。あら、一緒に住まないなら結婚は認めないわよ。当然お祝い金も出さないし、一生嫁扱いしませんからね。と半ば強引に義母と同居することになったのだ。ごめんな、ユズリハ、金貯まったらすぐ出て行こうな。そうね、俺にもっと稼ぎがあれば。とは言ったものの、正直お母さんさえいなければこの家すごくいいのよね。立地もいいし、子育てするにもいろいろ便利だし、お母さんさえ消えてくれれば万々歳なんだけど、という思いもあり、こっちから出ていくのも尺だったので悶々としていた。そんなある日。あら、何かしらこれ、結婚式の招待状。赤松のいとこの徳佐さんの結婚式に私たち3人も出席することになった。そっか、兄貴たちも出席するのか。え、つつじさんも来るのか。わかった、こっちでもできるだけサポートする。お兄さんたちも行くのね。ああ、徳佐兄ちゃんには3人とも世話になったからな。問題はツツジさんだよ。無理に参加しなくてもいいのに。義兄の黒木さんとそのお嫁さんのツツジさんも、結婚当初は私と同じようにここに住まわされていた。でも、あら、ツツジさん、あなたの親族が映ってるわよ。ご飯作った方がマシね。これ掃除しときなさいよ。残飯を排水口に流すのはやめようね。こんな感じで義兄嫁のツツジさんは気の弱さにつけ込まれて義母にいびられまくっていたらしい。これには義兄も怒り心頭で、冠婚葬祭以外ではもう関わらないと反絶縁宣言をされているのだ。それがなんで結婚式に。旦那が世話になった人の結婚式を欠席すんのは失礼だからってさ。兄貴も無理しなくていいって説得したらしいけど、ツツジさん真面目だから。まあ、いくらお袋でもさすがに親族の結婚式で変なことはしねえだろ、多分。うん、赤松も黒木さんも甘いわね。あのバーバーが一日だけおとなしくするなんてできるわけないでしょ。あーやべべべべ。そして3ヶ月後。よっす、
弟。久しぶりだな赤松くん。ゆずりはさん、この間もごめんね。妊娠中であなたたちの結婚式行けなくて。いえいえ。ねえ、それでどう？お母さんとは。ああダメですね。毎日のように早く死ねって言われてます。まだ生きてたの？本当あの人変わってないわね。ごめんねゆずりはさん、あんなババアいつでも切り捨てていいから。そうさせていただきます。あなたはまだ強そうだからいいけど、ツツジちゃんなんてもう大変だったんだから。おーい、アカネ、アカマツ、アイケ、ツツジさん、お久しぶりです。すみません、全然顔を出せなくて。いいのいいの、気にしないで。それより早くあっちに。あら、ツツジさん、やだわ。あんたまだ死んでなかったの。全然連絡よこさないから、てっきりもう死んでる。おふくろ、今日はおとなしくしてるって電話で約束したよな。人様の結婚式でも黙ってられないのか。あら、いやね、冗談よ。あ、怖い怖い。やっぱあのバーバーダメね。ゆずりはさん、この子お願い。はい、すみません、すみません。ま、やっぱあのバーバーがそう簡単に黙るわけないわよね。そして式自体は順調に進んでいった。しかし、ゆずり、結婚おめでとう。おう、ありがとうな。悪いな、辻さんの名前書くべきか悩んだんだが大丈夫か。ああ、いいんだ。とにかく今日はお袋と近づけないようにするからな。辻、あれ、辻はさっきお手洗い行くって言ってたわよ。そういえばさっきからあのバーバーいないわね。まさか。ほらほら、なんとか言いなさいよ。あんたが黒木をたぶらかしたせいであの子が離れてったのよ。聞いてるの？返事もできないわけ？ああ、やだやだ、あんたみたいな生殖能力もない女にうちの子が騙されるなんて。違う、子供はこれからの予定で。うん、言い訳してんじゃないわよ。何してるんですか？今叩きましたよね。見ましたよ。スミハさん、私は大丈夫ですから。何よ、悪いのは息子をたぶらかしたあんたたちでしょ。女として機能してないくせにいつも代わってもらって目障りなのよ、あんたたち。孫だけ産んでさっさと死んでちょうだい。そんな。わかりました、こちらが死ねばよろしいんですね。ゆずりさん。まあそうね、死んだら我々に謝罪し二度と低俗な真似をしないと誓いますか。いいわよ、あんたにそんな度胸ないだろうしね。行きましょう、ツツジさん。ゆずりはさん、さっきの話って。ええ、私は本気よ。そんな、絶対ダメです。そんなこと、辛かったら私みたいにあの家出れば。ツツジさん、こうするしかないの。あのババアを黙らせるにはもうこれしかないんだから。そして私は義母に報復する決意をした。結婚は数日後、夜私が一人になるタイミングを見計らって。だ、見てなさい、必ずあんたに地べてを這わせてやるんだから。数日後。うーん、おいしいわ。このお店一度来てみたかったのよ。どういう風の吹き回し、嫁抜きでみんなでご飯食べたいなんて。まあたまにはね。羊たちがいるとリラックスできないだろ。そうそう、俺らも反省したんだ。お袋もストレス溜まってたかもって。今までごめんな、お袋。あら、まあ、さ、お母さん、おかわりどうぞ。あら、悪いわね。あー、気分いいわ。こんなに楽しいのはいつぶりかしら。さて、じゃあそろそろ帰るか。そうだな。ありがとうございました。あら、いやだよ、電気が全部消えてるじゃない。ああ、じゃあ寝たんだな、ゆずりはたち。ま、私の帰りも待たずに寝るなんて。あら、ツツジさん、どうしたんだ。ゆずりはさんと留守番してたんだろ。あ、黒木くん、それが10分くらい前に私だけコンビニ行ったんだけど鍵持ってなくて、呼び鈴を押してもゆずりはさんが出てくれないの。え、一体どうしたんだあいつ。とにかく中に入りましょう。赤松、鍵開けて。どうせ途中で寝落ちしたんでしょ。だらしないわね。はい、ゆずりはん、帰ったぞ。ゆずりはん、なんだよ、いるじゃん。どうしたんだよ、電気もつけないで。
なんだなんだ。何の騒ぎ？救急車！救急車呼んで！お母さん、こんなところで何してるのよ。お母さんのせいでゆずりはさんが洗ったのよ。私は悪くない、悪くない。ほら、いつまでそうしてんの。救急車来たよ。ダマミダマツ。もういいわよ、ずっとそこで布団かぶってれば。ダマミダマツ。どうだ、アカネ。大丈夫、すっかり怯えて布団から出てくる気配ないわ。だってよ、大成功だな、ゆずりは。ええついにやってやったわ。そう、私は本当に死んだわけじゃない。死んだふりをしてやったのだ、数日前。え、死んだふり？そんなのすぐバレるんじゃん。あ、寝てるの？そうだよ、どうすんだよ。簡単よ、首を吊ってるように見せかけてワイヤースタント用の器具を服の下に装着するの。あ、結構本格的なんだ。それで首に紐をつけておいて、あとはメイクと小道具を、サイレンの音とか。なるほど。でもそこまでやったらご近所さんに迷惑が。いや、ご近所さんにはあらかじめ話しておけばいい。そうそう、ご近所さんはみんなあのババアが嫌いだから、多分協力してくれるわよ。ゆずりはさん、俺からも頼む。羊が今まで虐げられてきた分、全力でやり返したい。俺もだよ、ゆずりは。協力する。俺も。もちろん私も。小さい頃の恨み晴らしてやる。羊ちゃんは？はあ、やります。決まりね。よし、じゃあ今こそ報復の時だ。こうして義母への復讐大作戦が決行されたのだった。よし、やー。第一段階は見事成功。そして深夜2時、計画は第二段階へ。私は悪くない、私は悪くない、私は…あかね、あかねなの？それとも黒木？赤松？それか立花さん？もう一体誰なん？もう…死んで差し上げました。これで私もいい嫁ですよね。でも私やっぱり一人は寂しい。お母さん、一緒に死んでくださいね。あら、死んだかしら。なんだ、無事か。うわ、残念。翌朝、ゆずりはさんはいないわね。リビングには。夢よかった。おはよう、ふくろ。あ、赤松、聞いてちょうだい。私ったら今日ひどい夢を。夢？ええ、ゆずりはさんが自殺する夢で。でも生きてたみたいでよかったわ。まったく、夢の中ですら私に迷惑かけるんだから。え、何言ってんだよ、おふくろ。ん？ゆずりはなら2ヶ月前に死んだだろ。え？こうして私たちの復讐は大成功に終わった。その後私は一旦実家に戻り雲隠れしてやった。
ご近所や親族には根回ししておいたので、義母は本気で私が死んだと信じたらしい。ご愁傷様です。まだお若いのに。ゆずるはさんってやめて、思い出せてないで。大好きだったのに。葬儀もしましたよ。忘れたんですか。そしてこれ、ゆずるはの呪い攻撃。ついに義母を家から追い出すことに成功した。そして私は義母と入れ違いで戻り、イエーイ。義実家は黒木さんが義父から譲り受けたものだったので、許可を得てそのまま二人で暮らすことになった。俺たちはもう新居を構えるつもりだから、好きに使ってくれ。ありがとうございます。サンキュー兄貴。今回の一件は傍から見ればやりすぎだったかもしれない。でも身内もご近所さんもみんな止めるどころか協力してくれたあたり、ここまで人の恨みを買った義母にも問題はあったのだし、自業自得だと思う。私たちはというと、義母によるストレスもなくなり、え、兄ちゃん、やった、ありがとう。え、お前んとこも。実はうちも。みんなやっと平和で安心できる日々を送れるようになったのでした。子供たちがもう少し大きくなったら、みんなでエトランドでも行きましょう。賛成。ご視聴いただきありがとうございました。何でも冗談とつけたら許されるわけないですからね。まして、まだ生きていたのなんて遠回しにとはいえ、マイナスな言葉を何度も言われている側はたまったものじゃないです。作中でも言っていたように、やりすぎと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、今まで散々言っていた言葉が呪いとして返ってきただけと言いますか、私も自業自得としか思えないですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。